新潟県は11日、融雪警戒本部会議を開催しました。会議は今後、新潟県内で気温が上昇する予報を受け開催したもので、関係機関での情報共有を行うとともに、雪崩や落雪などの融雪に伴う災害への警戒を県民に呼びかけました。新潟地方気象台によりますと、向こう1週間の新潟県内は、 15日までの気温が平年並みか平年より高く推移し、かなり気温が高くなる日もある見込みと言います。また、14日と15日は、山沿いを含めて雨が降ると予想されています。このため、積雪の多い傾斜地では雪崩への注意が、県内の雪が残る地域では屋根などからの落雪への注意が必要としています。また、 融雪機の雪崩災害の前兆現象についても説明していました。説明によりますと、前兆現象には山の尾根から張り出す、雪肥、斜面に引っかき傷がついたような雪の裂け目、クラック、斜面をコロコロ落ちてくるボールのような雪の塊、スノーボール、ガーリ、これらの現象が現れたら近づかないようにし、市町村や最寄りの地域振興局に連絡してほしいと呼びかけていました。